ハワラは非公式金銭価値移送手段の一種。ハワラは現金の移動、銀行間の電信合わせ、電信送金のいずれにも頼らず、巨大な仲介人連絡網と呼ばれるの信用に基づく。ハワラダーは世界中に点在するが、主に中東、北、アフリカ、アフリカの角、インドは大陸に所在し、伝統的な銀行などの金融。 送金手段から独立して経営している。ハワラはイスラム教の伝統に従うものであるが、イスラム教徒以外でも利用できる。ハワラ制度は8世紀に始まり、長距離貿易の資金を調達するために生まれた制度とされる。シルクロードなどのアラブ人とムスリム商人が窃盗を防ぐために利用した。南アジアでは短期金融商品として発展20世紀前半に、 銀行制度が形成して、ハワラにとって変わるまで続いた。ハワラはコモンロート民法における代理の概念の発展に影響した。例えば、フランス法におけるアバルやイタリア法におけるアバロは、合意自体もハーラに由来するものである。債務の転移は、ローマ法では禁止されているが、特に商業取引における債務の手には中世、ヨーロッパで広く行われるようになった。これは、 中世のイタリア諸都市がイスラム教国と大規模に取引したことが理由だった。代理の概念は個人が代理として他の個人に代わって契約を結べないローマ法に存在しなかった。ローマ法において契約者は自動的に契約の当事者になり他人の代理を務める場合は代理士と別の契約を結ぶ必要がある。一方、 イスラム法や後の古文ーでは代理という概念が受け入れられている。現代のハワラは主に出稼ぎ労働者が本国に送金する手段として使われている。最も基本的なハワラ制度において金銭はハワラダーと呼ばれる仲介人の連絡網で送金されるが実際にお金が輸送されることはない。ハワラ制度において送金は輸送なしに行われるのである。 作家のサム・バクニーによると、大規模なハワラ網は存在するが、ハワラダーの大半は小企業で、普段の業務の傍らにハワラに従事するに過ぎないという。ハワラの仕組み例示の画像は、ハワラの仕組みを示している。まず顧客がハワラ仲介人に接触し、最終的に受け取り人に届く、予定の金銭を X に支払う。この時、B は一般的には別の都市にいる。 間違って別の人に届けられないよう本人確認用のパスワードも渡しておく。X は B の所在地にいる別のハワラ仲介人にパスワードや渡す金額などの詳細を伝える。A もパスワードを B に伝えておく。B は M に接触してパスワードを伝え、M はパスワードを確認した後少しの手数料を引いて金銭を B に渡す。取引の結果。 M が B に渡した金額を X が M に支払うという債務が残る。そのため M は X の後日改めて支払うという約束を信用する必要がある。この制度はハワラダーの間に約束手形が交換されず完全に信用制度に頼っている点が特徴である。この制度では債務を法的に請求できる必要がないため法制がない場合でも運用できる。 ハワラ仲介人連絡網は同じ家族、村、種族、種族に属するといった関係に基づいており、不正は絶縁と信用を失うことで経済的に懲罰される。送金の記録は非公式になされ、送金の結果として重なった仲介人の間の借金は記録される。そして仲介人の間の借金を返済するとき、現金を直接支払う必要はなく、 現物払いなども可能である。仲介人は手数料を取るほか、公式の為替レートを無視して自分で定めることで利益を上げている。上記の例で言うと、一般的な送金では A が自身の所在地の通貨で X に支払い、M が自身の所在地の通貨で B に支払う。直接な外貨交換は行われていないので、公式の為替レートに従う必要はない。 送金にハワラを選ぶ理由は素早く便利で、手数料も銀行よりはるかに低いことだった。この利点は特に受け取り国が為替レートを規制している場合に顕著で、一部地域では唯一の送金手段だったり、最も信頼性の高い手段であるため援助組織も利用している場合もある。ドバイは20世紀中期から数十年間、世界中のハワラ送金を歓迎する中枢として、 知られている。フンディ1951年に使われたボンベイ州のフンリ。金額は2500ルピーで収入因子があらかじめ印刷されている。フンリはインドア大陸で発展した貿易と信用取引で使われる金融商品。フンリは送金の手段として信用取引商品、または IOU としてお金を借りるために、または貿易における 為替手形型として使われる。インド準備銀行はフンディを書面でなされた命令で何らかの人物による別の人物に一定の金銭を命令で指定された人物に支払うことを命じるものと形容している。アンガディア・アンガディアはヒンディー語で宅配という意味であるがインド国内でハワラダーを務める者も,も指す。インド国内のハワラダーは主に商売人向けの並行銀行であり、 都市間で送金する際は0.2%から0.5%の手数料を取る。中央情報局によると、ソマリアの銀行制度が崩壊したため、その真空を埋めるべく多くの非公式送金業者が現れた。このようなハワラダーが毎年ソマリアに送金した金額は16億ドルにも上ると概算されている。送金元は主に出稼ぎ労働者を務めているソマリア人である。 これらの資金は現地の経済活動を活性化した。2012年トゥアレング反乱により、マリン北部が数ヶ月間公式の送金サービスを失っており、その時に送金に使われた手段は、ハワラ制度に基づくものだった。ハワラは、米国の州の一部、インド、パキスタンで違法である。2001年のアメリカ同時多発テロ事件の後、米国政府は、ハワラダーの一部が、 テロ活動資金の送金を補助したと疑い、公式報告書の旧11委員会レポートには、アルカアイダは募集した資金をたびたびハワラで転移したと記述した。米国当局が世界的に反資金洗浄の系統的な取り組みを導入すべく圧力をかけたため、いくつかのハワラ仲介人連絡網が廃業、ハワラダー数人が資金洗浄で起訴された。 しかし、当局がこれらの活動を通じて、多くのテロリストや、麻薬密輸者を発見、逮捕したという証拠は少ない。専門家によると、ハワラ制度の利用者の多くが正当な目的で使用しており、銀行制度以外の媒介を利用したに過ぎないという。現代のアフガニスタンにおいて、多くの非政府組織、開発援助組織などが、ハワラ制度を利用して、緊急援助、 人道と開発援助を提供している。2001年11月、ジョージ・ W ・ブッシュ政府は、アルバラカートの資産を凍結した。アルバラカートは、ソマリアのハワラ送金会社で、主にソマリ人ディアスポラが利用していた。世界中のアルバラカートの代理人は最初は、逮捕されたが、後に確たる証拠が発見されなかったとして、釈放されている。2006年8月、 米国のテラーリストからアルバラカートの代表が全員外されたが、資産の一部は凍結されたままだった。マスコミでは、ソマリア沖の海賊が、ハワラ制度で資金を転移していると考えられており、これらの送金は記録も調税もなされていないという、ありがとうございます。